どうも、キスケです。今回は、シャイニングパラサというデッキを使っていこうかなと思います。まあ、やることは、デッキ名見たら分かっていただけるかなとは思うんですけど、パラサキスで、シャイニング棒を増やして、いっぱい使っていこうと。まあ、そういうデッキになってますね。はい。で、やっぱ盤面のユニットを回復したいということで、イドマジンとか、まあ、ウドラーとか、まあ、その辺のちょっと場持ちがいいユニットも採用しつつ、しっかりとデボラ、無限の弓、この辺でコイン回収して、ゴールデンタイタスとか、アクバーゴールデンタイタスみたいな、そういう動きもね、ちょっと繋げていければ、割かし勝てんじゃねえかなということで、使っていきます。はい。まあ、そんな都合よくパラサキス引くのかと言われれば、まあ、なかなか怪しいところではあるんですけど、結構ククールはやっぱね、テンションスキルが温存されがちなので、まあパラサキス引ければいいかと、でシャイニング棒打つときは打ったらいいかとみたいな、そういう感じで、まあよいしょよいしょでできたらいいかなとは思います。うん、まあしっかりとセーニャも入ってるんで、その辺うまく使いながら、でかくれん棒とかこのカードを引くようなカードも入ってるんでね、なかなかいいんじゃないですか。デボラでデッキ圧縮もできるし、あ、ちなみに無限の弓とダークペルシャを確定にして、で、まあレベル2は無限の弓あたりでしっかりとレベル上げていって、みたいな。うん、そんな感じかな。はい。どうでしょうかね。まあ回らんことはないと思います。うん、決まればすごく気持ちいいコンボになると思うので、よければ最後までご視聴ください。ということで、よければチャンネル登録と高評価、ぜひともよろしくお願いいたします。Twitter のリンク、概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは、ランクマッチやっていきましょう。はい、マッチングしました。お相手はアリーナ。やっていきましょう。全部いらんな。おー、いいやん。ええやん、ええやん。あとはパラサキス引ければ、だいぶうまいぞこの手札は。増やした必殺アーツ、必殺アーツじゃねえ、増やした必殺技もスーパー天竺で引けるから、なんならシャイニング棒は素引きしてほしい。ガクパン何デッキかな。ちょっとね、素引きする前にデボラでやっぱりサーチしときたいんでね、しっかりと。こう確定サーチに作るのはいいねんけど、やっぱそれはそれで強いんですけど、素引きした時がちょっと弱いんだよな。しょうがないけどな、そんな言っとったらしょうがないけど。テンションスキル使っていくってことは2は入ってないかな。最近、ドラクエイレブンの人魚のイベントをですね、見たんよね。見たんやけど、マジで泣きそうになった。マジで泣きそうになった件について。知ってる？ドラクエイレブンの人魚のイベント、皆さん。マジで泣きそうになったからね。あれはいいよ。あれはいい。どうしても僕はもう真実を打ち明けることしかできないんですよね。どうしてもしょうがない。そのでで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 イエティ。あん？おめえさ、俺みたいなこと死んでくれへんか。ああ、わかった。ああ、その視聴者目線っていうのがよくわかりましたよ、皆さん。あ、視聴者もこんな気持ちなんだなって。この何とも言えない感じになるんだなって思ったら、ちょっと悲しくなっちゃうね。あ、エンド。この23軍隊は、軍団は強いぞ。あ、みたいな感じになりますよね。それはそれで面白いけどさ。俺はね。
要塞。あ、殴る。自ら命を絶つというのかね。ちょ、パラサキス引いてくれへんか、はよ。パラサキス。ゴールデンタイタスじゃないんだよな。パラサキス。無限の弓装備して、パワースナ打って、取るか。うん。これでいいや。はい。はい。エンド。まあ今急いでさ、シャイニングボウ打つ必要もないやん。この盤面的にも。だからパラサキスをまあじっくりと待ちましょう。そんな濃い濃い言うとったらパラサキスも照れてこんやろ。来るもんもこんわ。まあでもスーパーテンツク2枚あるからがっつり引いてもいいけどね。おお、グランドクロスを全く持ってケアしない。ここまで清々しいのは初めてじゃないか。清々しいですよねマジで。特上。よし。まあ普通に落とします。マジかよお前。はあ、引くの神か。カミンゴ、ナイス、素晴らしい。全てを射抜け。かくれんぼで、まあテンション上げといて、はい、上げてって、なんならスーパー天竺でさらに必殺技をサーチしていく。こうよ、盤石、盤石な構え。なんならこの盤面残ったらもう終わりやろ。終わるぞ。なんとか頑張って取ってくれよ。頼むぜ。マジで終わるよ。ダークペルシャも発動するし、セーニャも発動するからね。ストレートパンチ。ゲルダ。ストレートパンチ。うわー、それちょっと厄介やな。ダークペルシャ無理やな。めんどくせえな。あ、2枚持ってんのか。ほな、まあ、じっくりと。じっくりじっくり。準備整えますか。テンションマックス。まあでも、相手2馬対し、2馬対しがあるからさ。ちょっと心配っちゃ心配なんだよな。シャイニングボー行きたいよね。行きたいよね。デッキの中にはあとシャイニングボーが1枚。ん ?1 枚か。1枚やから。まあ別にそんな、あれか、正直。はい。レベル3。ちょっと先にかくれんぼいっちゃう、でカード引いて、ワンチャンパラサキスないか。甘すぎるか。スラドケ、はいはい。時間も少なくなってきたし、ニードルラッシュ。さっさと。オーケーオーケー、イージーイージー。これもうリタイア案件でしょ。正直。頼んだぜ。どうやって勝つんだ。ブオンか。ブオンどうしよう。ブオンどうする、みんな。え、かわいい、かわいいけど、ショコタンがウフンって言ってんのを想像するとちょっと、マルティナで見たかったな、そういうカードは。ぜひともね。格闘パンサー。相手もさ、もうデッキぐるぐる回っとるから、マジで油断できないんだよな。飛び切り。怖っ。うわ、マジか。あ、マデサか。え、マデサ、なんで、なんだ、
神田田古文的な感じかな。どうする、神田田入ってたらマジびっくりすんねんけど、神田田入ってたらやべえよな。うわー遅い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 、むちゃくちゃ遅いです。まあしょうがないけどね、まあ、普通に処理します。前列に出されたら処理でしょう。じゃあまあコインはなんぼでも回収できるからとりあえず取って、でこれフェイスは確定でしょう。あとどうしよう、何しよう、ウドラーでも出しとく。アエンド頼んだぜ。ピン、ゴールデンタイタスが毎ターンコスト下がっていきますね。気持ちええな。ゴレオン将軍か、ゴレオン将軍スペシャルコイン、なるほど。癒しをあなたに、まあ、相手はまだ回復できてる、できてるもんね。なんならサキバスウィンクもう一枚入ってる可能性もあるから、全然回復が間に合うというか。精神統一すごい回ってるね。力の指輪、飛翔剣、なるほど。えびっくりした。行こうか。ゴレオン落としてゴレオン落として、まあ落とすか普通に。とりあえずカード引いて、いやー井戸マジ、いやでもまあ悪くはないか。今俺何回使ったんこれ、かける2か。ああなるほど。んー、まあちょっとコイン邪魔、攻撃、パースナ、準備準備準備、じわじわと。移動マジン前列でいいよな。後列にちょっと起きたユニットがいるんで、でいい。エンド、やべえデッキ8枚しかねえデッキが8枚しかないよみんな。大丈夫？発火するかそろそろ。いい、ボコボコにされていく、苦しい。イドマジン隠れていく、かわいい。さあ展開、パラサキスはええな、いらんな。ちょっとヘルス高く保ちたかったっすね。ストパン、まあこれはよろしい。やべもたもたしてらんねえな。おい、なんならさ、ブオーンをさ、ダークペルシャセーニャでさ、完全に落としきるっていうのはなかなかかっこいいんじゃないの、もしかしたら。どうよそれ、あるんじゃないの、ブオーン。どうしようこれ、ちょっとな、コイン邪魔やな今のところ。いやーダークペルシャセーニャちょっとまだ行きたくねえよな。どうみんな、行きたい、これ行きたくなくない、渋って渋って渋りまくって相手のユニット突破したい。タイタス、頼んだぜ。私のターンね。さあデッキなくなるね
デッキなくなっちゃうね。うわー、爆裂剣。まあ、どっちか残るやろ。よし、サンダーラット。こうやって渋って渋って結局使うタイミングなくなったみたいな、そういうオチはマジで嫌。なんだか照れちゃいます。オッケーオッケー、よし行こう。ここで行くんやったらさっきのターン行っとけって感じやけど、シャイニングボウ。おい、俺にさ、まだ夢を見させてくれんのか、もしかして。いいの？やっちゃうよ、俺。リーサルありそうやな、でも。ありそうじゃない？あ、でもコイン1枚しかないんか。あ、でもまあ回収はできるけど。何点飛ぶかもう計算できひん。お、計算できねえよこれ。悪いけど分かんねえからさ、こうしよう。はい、光の矢よ、貫け、全てを射抜け。そろそろデッキが尽きちまうな。尽きちまうな。いやー、これはなかなかのもんなんじゃないの。そしたらね、時間も少なくなってきたし、さっさと。そしたらどうしようかな。まあ、テンションは上げておきたい。いや、どうするこれ。終わりだ。アクバーあたり脱色。精霊よ、貫け。うん。エンド。お、計らずとも。頼んだぜ。頭蓋骨をかち割って。思いっきり行くわよ。かける3は強いでしょ。おお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 お大丈夫。おい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 、やばくないかこれは。あ、リーダーか。ブオンにはつけてないんや。へえ、なんでやろ。負けるから。1コストは笑う、1コストは笑った。ダメージなんぼ、マイナス2ってことは、ぶつけてぶつけて4の6 10。あ、リーサルない。ないな、ないんか。え、リーサルないのか。うるさ、さっさと終わらせるか。びっくりした。ミラクルソード、ミラクルソード。はい、こんなところで。はい、はい、あれ、はい、さよなら。まあこれでいっか。7コスパスはなかったな。キラーリカント。うわ、マジかよ。2マ大使入ってないのかな。リカントマムル、リカント好きですね。
行こうか。オッケー、よし、じゃあ行くか。まあ、これはもうさすがに確定勝ちですね。うん、はい、オッケー。いつまでも泣いていたらいけませんね。よし、オッケーオッケー。誰も死なせない。全部入ります。全部入ります。ここの金色感いいね。いやー、長い長い試合やったわ。これ 何分やってんのか全くわからんな。20分ぐらいやってんのかな。対戦ありがとうございました。皆さんお疲れ様でした。今回はシャイニングパラサデッキ使ってみたんですけど、いかがだったでしょうか。うん、まあすごいロマンがあるんやけど、むちゃくちゃ試合時間が長いっていう。むちゃくちゃ試合時間は長いです。はい、まあでもやっぱね、アクバーとかゴールデンタイタス入ってるおかげで、まあその時間は作れるのかなと思います。うん、まあなかなか楽しいデッキなのでね、コンボが決まったらすごく楽しいので、まあ、気になる方は使ってみてください。よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるので、よければフォローもお願いいたします。それでは良きドラゴンクエストライフを。バイバイ。Bay while you're alone. This girl's a